ちょっとしりとりを しましょうよ。しりとりを。しりとりをして。俺、お前と20年いるけど、お前の突破口がしりとりって初めて聞いたよ。別にしりとりをこう聞かせましょうって、そんなことじゃないですよ。しりとりをして、3番目に上田さん、あ、俺が言ったとして。じゃあ5番目にしましょう。俺、上田さん。俺、上田さん。俺になったテーマで、喋んなきゃいけないってことをしましょう。その話題を。でそれで話せるんだったらさ、さっき言ったように新聞のテーマとかで話せるだろ。そのシーンで喋れるの。話じゃん。俺きついっす。お前のやる気がねえだけで、そこに対して。モチベーションが。やる気がもうゼロ。だったらそう言ってみれば、まだそれ。でもこれだったら自分で言い出しっぺですから、俺も絶対やりますよ、うん。で、なんで俺はそれに付き合わされなきゃいけねえんだ、無理に。やっぱ見せどころじゃないですか。いや、いいよ。じゃあまずは、上田さんから話してくださいね。え？ 5 番目に出たワードで上田さん。しかも俺からかい。なんだそのわがまま放題。うわ、かぐや姫か。あれやってくれ、これやってくれ。すいません、僕おとぎ話に興味ない。いや、だから今そういうこと言ってるわけじゃねえんだ。なあ。いいですか、いいじゃん、おとぎ話。じゃあ、今仮にだぞ。はい、しりとりでおとぎ話になった場合、お前おとぎ話で。自然広げます、それは。その時はね。そうだよ。だからおとぎ話、お前、例えば金太郎ってどういう話の流れだったか覚えてるみたいなことでも結構広がるぜ。そうなんです。だから、その時は頑張ります。うん。なぜ今頑張る日がねえんだ。やっぱこういう、もう言い出しって、自分にやっぱりハードルをこうね、自分のハードル上げてるっていうか、自分でこう言い出してるっていうことでやっぱ責任感も落ちたんですよ。で、僕から行きますよ、じゃあ。5番目ですからね。ああ。じゃあいいですよ、じゃあ、ここにありますから。じゃあいいですよって、お前が言い始めたんだ。俺が要求してるみたいな空気を出すんだ。出してもらっていいですか。じゃあ行きますよ。日本放送、う。うもうパッ、ポッと、ポンポンっていかないところ考えちゃったら、俺わざとほら。ああ、じゃあ、海ぶどう。海ぶどう、う、う、ま。ま、マンゴー。マンゴー、5でいいですか？マンゴー、うん、5にしようじゃ。じゃあ、まあ、ゴリラ。やってしまいます。やっぱ5出したらゴリラになっちゃう。しょうがないですよ。いや、5出したらゴリラになるでしょ、普通。しりとりって。じゃあ、いいよ。じゃあ、ゴリラでちょっとほんと2分ぐらいでいいですよ、1分2分。ゴリラってね、まあ、あの、いわゆるその。うんちく禁止です。先に言ってます。あれ俺、あ、もう何もねえ。何もねえ。今もう、はい。俺今ゴリラで4つぐらいうんちく言えば、まあ、2分持つなと思ったんだ。ダメ。うんちくはダメです、それは。なん、それも立派な話だろ。でも、これちょっと面白いよ。ちょっと面白いよ。例えば。例えば、ゴリラ。うん。ね。うん。まあ、じゃあいいや、面白くないうんちくは置いとくわ。面白い方だけでいいっすか？そうですよ。面白くないうんちく、はい、何埋めようとしてるの？でもほら、へえーっと思うじゃんか。面白くなくても、ほら、じゃあ面白い方でいきましょう。あ、じゃあ面白い方ね。はい、いや、芸人が面白いっていうのもどうかと思うよ。俺は。この前。いや、面白い話あるよっていうのは、ね、それはもう最悪よ。ね。もうご機嫌ようでも面白かった話なんか、そんなのあるかいって。そうですね。ね、なるけれども。いや、でもそれは聞きますよ。そこまで面白い話。いや、ごめん、もう面白くないよ、そしたら。ね。まあまあいいですよ。うん、ゴリラの、いわゆる正式名称、学名って知ってる？なんとか、マウンテンなんとか。ああ、そうよ、そう思うでしょ。ゴリラの学名って実は、ゴリラゴリラなの。うん。うん。で、ローランドゴリラっていう種類のゴリラがいる。うん、ローランドゴリラの学名ってなんか知ってる？そのか、しようから言うと、ローランドゴリラ、ゴリラと。ああ、惜しい。ゴリラ、ゴリラ、ゴリラなの。三つ。うん。すごくないこれ。いや、皆さん。なんだろうな、これ、前がいけなかったのかな、これ。いや、前よ。あれ、もう面白いって言っちゃったから。それよ、敗因は。ちょっと、へえっていう話ですけどね。もう芸人として最もやっちゃいけない、面白いのあるよって言っちゃったから。いやー、ちょっとそれからごめんなさい、ちょっと。素直にやすっと入っていけませんでした。まあ、知識をして入れときますよ。すみません。っていうかさ、俺、そもそもに疑問を持ってんのがね、じゃあゴリラっていうはね、テーマになりました。はい、それで話をしましょうって、トークって二人でやるもんじゃん。それを、じゃあ、はい、上田さんからっておかしくない、そのシステム。いや、でもなんかほら、それは。いや、だから例えばね、じゃあゴリラ。うんうん、ゴリラをじゃあペットで飼ったとしようよ、とかっていう話の入り口でね。はい、ね、お前さん、餌何やるとかさ、名前何にするとか、その辺からこう、なるほどね。生まれるもんじゃん。それをさ、はい、ゴリラで2分間どうかって言われたらさ、そら、うんちくに走りたくもなるよ。そうか。ね？じゃあちょっと改めましょう。もうテーマ変更。お前はゴリラで何も語ってねえよ。やっぱもうほら、あんまり引っ張ってもしょうがないんで。うん。いや、もう最後テーマ一発バシッとこう話して終わりにしましょう。じゃあ、5番目ね。5番目ね。
じゃあ目の前にありますから、ボルビック。ク。クマ。ま、マントヒヒ。ヒ。ひまご。ゴリラ。ゴリラ。皆さん、じゃあゴリラだよ。それがおかしいんですね。さあ、上田さん、ゴリラ、手がおかしい。上田さん、これなんかネタみたいになっちゃってるじゃないですか。お、でも、なんか俺今、お、クリームシチューちょっとやっぱコンビネーションすげえじゃん。思ったやついいんじゃないの。いや、だから、この、今日、ただでさえそういう。俺か。この火からひまごに持ってった。俺か。ただでさえそういう今日鉄板のね、栄養ネタみたいな日なんですよ、今日あの後やんのが。なんかすげえ、あいつら何オムライトのオープニングトーク、ちゃんとネタ合わせしてたのみたいな。知ってるか。恥ずかしいわ、もう。クリームシチューは俺の日本ここでかい。いやー久々にネタっぽいことやった。いやー恥ずかしい。これがまだね1時8分ぐらいの時点だったらやめませんこういうのとか言ってなんかねいけたのにもうこれでタイトルコール行くからちょうど時間合わせて上田さん見ながらやってたんだみたいな。なんかしかもいいきっかけみたいになったもんな。しかもゴリラはちょっといまいちやなみたいな振りもあったじゃん。なんかそうそうそう、だからこそよね。あれ上田さんのひ孫がいけないね。いやでもな、じゃあお前逆に俺の立場になってみ、まあ、確かに火と語をつなげてなんかするぜ。いや俺もっとひでえなと俺自分で思ったんですけど、上田さんがその前に何でしたっけ、あのマントヒヒ、クママントヒヒって言ったじゃないですか。それ例えば上田さんが暇って例えば言ったとするよ、暇、うん、したらマントヒヒっつって、うん、また動物かいみたいなパターンに持っていこうかなみたいな、ちょっとやらしい考えもありました。お前も考えてきたかとしたら。これはやらしい考えありました、僕も。営業的な何かになりました。じゃあ、それを言うならば、俺も一個実は後悔してたことがあって、はい、お前がボルビックって言って、クマって言って、マントヒヒ。で、マントヒヒになったじゃん。ああ、まあ俺の方に来てほしかったと思ったんで、そしたらマンゴーっていけたのにっていう後悔もしてたんだ。そういういろんな後悔がありつつ、でも最後はちゃんと持ってったっすね。まあまあいいでしょう。スペシャルウィークなんでしょうかね、これが。こんななんかデキレスっぽい歌が。くだらなかったな。クリームシューのオールナイトニッポン。この僕もたまにポッドキャスティングなんかで聞くんですよ、このラジオね。そしたら最近じゃ何ですか、そのゴミメガネだとか。ねえ、あのババア大橋だとか、うん、まあ、岡田君ガネックもそうですけど、うん、まあ岡田君はちょっと芸能人だからあれですけど、まあ、ガネックとか素人芸能人です。ガネック芸能人です。俺らより先輩です。素人の一般のね、違います、違いますよ。ああ僕が言ってるのは腕という意味ですからね。いやガネックプロですから。だから、いけないと思ってね。だからといってなんか今更ね、こう時事ネタをオリンピックとかで話をしてもしょうがないし、うん、たまにはやっぱね、そういうちゃんとした話もしなきゃいけないなとは思うんですよ。あ、そう、ちょっと真面目な話とか。真面目なというか、10年後に例えばポッドキャスティングを聞いても色褪せない。あー、なるほどね、うん、この番組基本的に時事ネタはあんまやらないから、うん、聞けるのは聞けるんです、確かに、うん、だってもう1、2年前のやつを聞いても、うん、そんな大差がないわけですよ、うん、まあまあ成長がないからさとか言って、名刀がみたいなこと言ってんだよ。、うんうん、だからね、成長ないの話しかしてないから、ね、うん、だからちょっとためになる話だから、例のあれ久しぶりやりましょうよ、ね、昔やなんかやったじゃないですか、しりとりトークですよ。しりとりトーク、そう、しりとりを今からして、あの、何番目に出た、うん、あので、何番目にします、じゃあ7番目にしましょう。じゃあもうパッていかないとダメですよね、うん、ヘルシア、あ、アメーバー、アメーバ、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 バリ島、バリ島、ウ、牛、牛、シ、シカ、シカ、カメ、カメ、メ、んー、メガネ、よし、メガネか、やばい、メガ、いや、メガネはまずいよ。今この時期にメガネはまずいよ。確かにね、今そのね、ゴミだなんだって、ね、毎週同じトークになるからね、なるのよ、内輪になっちゃってるって。だから結局またゴミメガネがね、今日浴衣着てたとかそういう話になっちゃう。だからもう それあえて触れてないわけよ。うん、知ったこっちゃないんだから、リスナーは知ったこっちゃない。僕ね、最近言われるんですよ、うん、僕の同級生クラスが聞いてるんですよ。
あ、そう。え、なんで知ってんのその話とか言ったら、いや、ポッドキャスティング聞いてたから、そのさ、10代ばっかりじゃないわけだから。そうやな。いいか、じゃあゴミメガネ。メガネはやめよう。もうメガネはやめよう。もう一回じゃあ、やめよう。7番目ね。7番目。じゃあ、何でしょうかな。何でしょう。ティッシュ、湯、湯。湯、床。床。カメラ。カメラ。ラッコ。ラッコ。子馬。子馬。孫。孫。うん。まずいよ。皆さん、まずいって。なんで何が孫だ。孫じゃんか。俺もう一個しか浮かんでないんですよ。何言ってみ。何二文字にするか五文字にするかに迷ってるだけなんですよ。皆さんわざとやってるんですか。違うわ。偶然だよ。そんなうまいことできないよ。お前このスピードで台本が、ね、あるみたいに思わないんですよ。必ずゴミになるみたいな、そんなん嫌なんだよ。真面目に話しよう。だからお前ゴマとかで言っちゃよかったよ。そしたらさっきやめようって言ったから。違う、ゴマで、あ、じゃあゴマの話でもしようかってなるじゃんか。いやでもそう、なんかわざとじゃないのと思っちゃうからさ。いや、わざとじゃない、本当に。7回目はちょっと冷静になりすぎるね。うん、3回目にしよう。よっしゃ、3回目ですか。はい、帽子。し、そうね。しか。違う違う、しかじゃなくて。何を帳尻合わせようとしてるの。何が、何が。さっきポンって言ってたじゃないですか。いや、そうよ。うん、でもほら、イラカンスとか。じゃあ、ほら、しりとりってさ、前言ったのと被ってくるじゃん。で、今俺鹿って言おうとしたら、あ、鹿はさっき言ったなと。で、ほら、やっぱ被ってきたことは言いたくないじゃんか。いや、それは言わない方がいいよ。ね。だから、それはほら、言いたくないなと思ったらちょっと一瞬詰まっただけだし。うん。し。そうね。鹿とかでいい？いや、鹿はやめようよ。シマウマ。シマウマもなぁ、もうそっちから提案されて俺、それ乗っかんの。いや、いいよ、じゃあ。なんか言ってよ、じゃあ。そうね、白目。ちょっと待って、白目はおかしいじゃないですか。なんで白目が出てくるの急に。じゃあお前が今白目向いてたからさ。向いてないよ別に。白目向いてたよ今。なんで皆さんのシートリが一回出ないぐらいで俺白目向かなきゃいけないんですか。やめましょうって、そういう遊びは。目だよ、白目。はい、だから目でなんかお題聞いて。じゃあ、メカゴジラ。じゃあメカゴジラで話しましょうね。だからお前がそういう風に言えばいいのよ。それお前勝手にメガネとかゴミとかさ、匂わすからでしょ。うん、俺は全くその気はなかったよ、本当に。もうこれ信じてもらって構わない。いやだからじゃあメカゴジラで行きましょうよ。いいよ、じゃあメカゴジラね。メカゴジラで話をしましょうよ。うん、せっかくです。全然まあ時事ネタでも何でもないけどね。いや時事ネタじゃなくていいんだもんね。はい、でもあれだったね、子供の頃さ、ゴジラ対メカゴジラってあったじゃんか。うん、あれって本当に、なんだろう。言うなればちょっと猪木対馬場的な、子供からするとさ。次は誰と戦うのみたいな。ね。いわゆる本当、うわ、あのオールスターが戦うぜ、みたいなさ。あの興奮はあったよね。確かにゴジラっていうのは、うん、ほら、自分が生活してるところを壊していくから、うん、見たいみたいな人っているじゃないですか。うんうん、だから、あそこ俺のよく行くところとか、だかそれがなかったんですかね、僕は。熊本だからね。だから今だったらあるでしょ。例えば次は、ほら、なんか東京ドームができや、東京ドームとか。そうね。だって有楽町、まあね、有楽町のマリオン、ここから近くで言うとね、そうそうそう。ゴジラが。うん、だから今度どこに出てくるのみたいな。うん。おじさん、やりません、その話。何が。今度どこに出没するの、ね、みたいな。何が、なんでダメなの、いいじゃんか。ハチ公前って言いそうになったんですよ、僕今。で、知らねえよ、そんなこと言われたら。だからもう、頭がいっぱいなんですよ、ゴミメガネで。いや、知らねえよ。お前がそれをずらしたら別に俺はこのまま話を続けられない。俺はゴミメガネから離れられないんだよ。じゃあ、待って、もうテーマ変えよう。だってもう、街をこう歩くっていうだけで、うん、もう、ゴジラがガーって歩くのと同じようにね、うん、ゲリラ的に出てくるんだなとか思ったわけよ。全然違うよ。しかもゲリラ的でもなかったお知らせしてたんだから。この間のゴミメガネに関して言えば。じゃあ分かった。変えよう。もうテーマ変えよう。じゃあ、お前からスタートするから良くないんだよ。あ、いいよ。俺からスタートするわ。じゃあマイク。マイク。車。
まあ、じゃあそれこそ孫で行こう。でもこれ3発目で決めりゃいいわけだから孫、まあ、3発目だから孫 ね孫でトークじゃん。孫でトークね、うん、まあね、そのほら孫は今ほら子供って女の子が生まれたでしょ、うん、孫っていうのはどっちが欲しい？俺のじゃあ夢ね、うん、例えばさ、じゃあ今娘しかいないわね。で例えばじゃあ次この子供が生まれるとしたら、まあできれば男の子、うん、ね。でまあまた次女の子でもまあいいけども、うん、そしたらじゃあ、まあ、その次一人ぐらい男の子欲しいなと思うわけ、うん、ね。その男の子が将来親父になって、うん、で子供を産みました、うん、でまた男の子が生まれました、うん、で俺とその子供とその孫、うんうん、3代でキャッチボールやりたいのね。あ、じゃあ男はいいじゃん。うんうんうん。だからそのね、女の子は別に欲しくない。いやいや別に欲しくないことはないけど、女の子の要素も欲しいみたいなのあるでしょ、ちょっと、うん、いや要素ね。でもいや、ちょうど間ぐらいだったらいいのかもしれないね、そういう意味では。いや俺はまあできればね、まあね、男の子っぽいねとか女の子っぽいねっていうのがまあね、いい間ぐらいはもうファッションとかも。いや別にそれは好きな服着てる分には構わねえけどさ、別にそれはね、男らしい格好するのもいいけど、いいしね、別にまあそれは構わんよ。男らしい服もいいし、女の子らしい服もいいし、いいね。あとはまあ別にそれはね、ひげ生やしてちょっとキャミソール的なもん着てもそれは別に構わないけど、俺はね。でもいい加減してください、皆さん。もうやめてください、もう。おかしいじゃないですか、言ってることを。上田さん、何が何がじゃないでしょ。何が、俺はなんで自分の孫がひげ生やかしてユニセックスの服着てんのを奨励してるんですか。構わないって、構わないわけないでしょ。いや別に構わない、構わない。おじいちゃんおばあちゃんなんて本当嘆いてると思うじゃあ構わないよ、別に好きな服着てる。嫌でしょうが、ワンピースでひげ生やしてたら自分お前が勝手に今ゴミメガネと結びつけただけじゃねえかよ違いました、上田さん最初から思ってましたよ。俺は子供が今娘だからその後男産んでみたいなところから怪しいなと思いました違う、俺は純粋にね、息子と孫と一緒にキャッチボールがやりたいよっていうことを言っただけじゃんか。これ本当の夢だから。いや違う違う、じゃあなんでその俺はその野球が似合うような格好してほしいよみたいなこと言えばいいのに、うん、なんでそんなキャミソール着んの構わないとか言うんですか。いや別にそれはしょうがない、キャミソールを着たままキャッチボールやるんですね、上田さんは。いやでもそれはしょうがないじゃん、孫がその服が好きだったらさそれはいいんですかあんな生まれても。いやだからそりゃゴミメガネみたいなのが生まれるのはそりゃ徹底抗戦するけども、うん、じゃあ俺はそういうイメージなかったからね。やりましょう、もう変えよう変えよう変えよう。じゃあまた、じゃあ俺からね、時計、はい、イルカ、イルカ、釜飯、もうこれで大丈夫。もうこれは相当遠いぜ、釜飯は。これはもう間違いない、うん、釜飯って言ったら横川。あそこのさ、お前いわゆるほら昔さ横川駅の釜飯って言ってさ、ね、電車で食べたりとかあったじゃん、はいはいはい、駅弁として。でも今ほら高速のさ、横川だっけ、サービスエリア売ってんの。それがものすげえでかいんだよ、あの釜飯屋の、あの何ていうの、店舗というかお店が。釜飯ってさ別に釜じゃないよね、あれですね。でもほら釜じゃんか、いわゆるあの釜でやってるじゃん釜の中にね、要は釜じゃんちゃんとお釜で炊いて。やめましょうなぜですか何がだよ、なんでだよ。上田さんでしょ、だから。ゴミメガネから離れなくなってんの。違うわ。お前が勝手に言ってるだけだよ。要は構えだよ。要は構えだよって、そこまで言いますか。じゃあもう、お前じゃんか。今のまんま進めばよかったの、釜飯で。例えば釜飯で。今釜飯だったら、ゴミメガネが作った飯のことを釜飯って言うのかなと思うじゃないですか。違うわ。そんな。ミリ飯みたいな言い方するから、ミリタリーのやつが作った横金なのかなとか横川なのか忘れましたよ、もう僕もじゃあもうじゃあお前も気をつけて、本当にだギリギリまで、ああちょっと忘れようとしろよ、すぐ思い出そうとしてっから。いや今なんて全然だから釜、あれ釜じゃなくてこうね、釜のふりをした、うん、あのなんていうのかな、この器に入ってるのに、うん、
あれは釜飯だっていうのはおかしいなっていう話をしただけですもん。いやいや、あれがでも丼なのにうな重とかいうのはおかしいじゃないですか。いや、そうだけど、でもあそこのほらね、いわゆるもうシンボル的なものになってるじゃん、あの器が。で、あの器を家に持って帰ってみたいな。なんでその象徴になってるみたいな。何が。なんだよ、今のに関しては。え、なんいや、ゴミメガネと、ゴミメガネ宣言した後、ゴミメガネが象徴みたいになってた、シンボルになったって言ったじゃないですか、知らねえよ。お前がだから無理やり変えましょう。うん、じゃあ、はい。赤鉛筆。釣り。り、じゃあ、リンゴ。もうこれでいいだろう。リンゴいいじゃないですか。ね。ああ。リンゴの思い出じゃないですけどね。まあね、でも、リンゴとかもね、今ほら、いわゆる長野とかがさ、リンゴの名産地じゃんか。でも、リンゴって、ものすごく寒くならないと、赤い色素が出てこないね。でも、温暖化で、ね、いわゆるその、あんまり寒い日が少ないじゃんか。だから、長野じゃちょっと作りづらくなってる。リンゴと青森、いやだから青森よりもっと北になるかもしれない。もっと寒いとこじゃないとリンゴは作れないと。寒い時期が何日か、ね。でも青森はまだ寒いからいいでしょ。まあ、だから青森とか山形とか、うん、やめましょう上田さん。やめましょう。なんだよ、山形は別にリンゴ産地じゃないじゃないですか。あれゴミメガネの産地ですよ。あーやられた。じゃあ知らねえ。やられたじゃねえ。やられたじゃない。結局俺は反省したんです、この1週間。ん、僕はいつもね、好きな話をしてるのは、いつも内輪の話してるのはいけないなと思ってるけど、上田さんなんだな。違うわ、持っていこうとしてるのは。違うわ、お前だつ。俺はこのまんまね、ひょっとしたら日本ではリンゴが作れなくなっちゃうかもしんないよって話をしようとしたんだ。なんで山形、リンゴで山形なんか聞かないじゃないですか。ダダちゃ豆ぐらいでしょ、あいつがいつも持ってくる。いや、そんなことはないだろ。山形でリンゴ作ってる農家もあるだろ。いるだろうけど、うん、じゃあお前が悪い。もういい。じゃあラストチャンスくれ。ラストチャンス。いや、くれっていうのもないんです。くれっていうのもおかしい話。俺がやってる覚えないからね。上田さんがそういうふうにやってると思われますよ、これ聞いてる人は。わざわざ、じゃあいいよ。俺はポンと言ってんだから。ああ。じゃあ梅雨。あ、俺から始めて。まあ、どっちでもいいよ。じゃあそっちからでいいよ。あ、じゃあそうね、電話。わ投げ。わ投げ。じゃあゲーム。これでいいだろう、ゲームね。うん。どうなの、パワープロやってないからです。まあパワープロもやってますけどね。うん。どうなの、パワープロ大会はやってんの。いや、2週間に一回それ必ずやってます。誰が強いの。やめましょう。知らねえよ。それに関してパワープロで最近一番腕を上げてるのはあいつなんですよ。知らいよ、それは。俺は本当に知らいよ。俺参加してねえんだ。だからなんで離れないんですか。あ、じゃあ、なんか思いっきり離れればいいじゃないですか。じゃあいっぱいあるんですよ。例えばラスベガスの話をしたらゴミが出てこないんですよ。わかった、チェンジチェンジチェンジね。じゃあホワイトボード。ど、ど、ど、ドッキノコ。ドッキノコ。おー、米。もうこれでいいか。やめましょう。米ね。なんだよ。米。あっちの方でしょ。何、山形の方で。これ絶対そうなるでしょ。庄内平野がどうだとか絶対言い出すじゃないですか。あー。はいはい。他ですけども、最後決めたいに、ちゃんと。最後ね、メジャーリーグ。メジャーリーグ。グーパンチ。グーパンチ。ちくわ。もうこれで十分大丈夫だろ。ちくわ。な、うん、まあまあ。ちくわはもう問題ないはずだよ。そうだね。ああ、ちくわなんかじゃあ思い出あるんですか。特にないね。あ、でも俺あれ好き。うん、ちくわの磯辺揚げ。大好き。例えばじゃあ自分でさ、スーパーとかに、うん、ね、例えばじゃあ今日奥さんがいないから晩ご飯自分では作んないからさ、うん、なんかスーパーにお惣菜買いに行こうなんていう時が稀にあったりするじゃん。うんうん、そういう時は大体ちくわの磯辺揚げは買うね、俺。うん、あとメンチカツと。その二品は、ほぼ確実に買うんじゃない。はぁ。うん。いや、そう。そんな買ってないな、確かに。ちくわは。ちくわの印象もないもんね。うん、何、印象がないって。いや、ちくわをあんまりこう好きで好んで食べたっていう印象がないね、やっぱ。うん、そう。なんか、ね。ほら穴が開いてるから、うん、ちくわだからほら子供の頃ね、それでほら、うん、なんかこう覗いて双眼鏡じゃないけども、うん、そういう遊びはしましたけどね、なんかまあまあまあ、うん、それね、
それぐらいはまあやったかもしれないよね、うん、確かにね。はめましたけど、こういう目のところに。ん？何？目のところにこうはめて。目のところに。ああ、いわゆるちょっとね、これがまあ、俺のメガネ的なもんで。やめましょう。はい、終了です。しょうがないな。よし。もう行っちゃう。いや、もうね、おかしいですよ。もう逆にゴミメガネの方にならなかったら、やばいみたいな感じになってます。どうやって繋げるのがいいのかっていう。だ今のもだって俺たちの中で、おい、もっと巻き目でそっち行かなきゃ、みたいな。ダメダメ、もうこれは。やめた、やめた、今日は。これはもうポッドキャストに聞けないかもしれない。20年後。やめた。クリームシチューのオールナイトニッポン！大阪府グリーンピース有田に上田、今日のオープニングトークは絶対に台本あるし本番前に入念に、ね、ネタ合わせしただろう。あるかそんなの。もしあったら最後もっと巻きで言っても思われちゃうんですよ。何が思われちゃうの。しないよ。お前犯人は俺はお前だと思うよ。俺の中で、ね、上田さんでしょう。そうお前だ。お前がそっちの方なんかゴミ眼鏡にもう首ったけどゴミ眼鏡のことしか多分ほんとない。ゴッて出したりとか、うん、目って出したりとか。ちょ、俺は偶然だもん、本当に。メカゴジラってそうだし。ちょ、メカゴジラが街をカッポするって結びつけたのお前じゃねえか、無理やり。今カッポするで思い出すの分かるでしょ。いやいや、他にいっぱいある。ゲリラ的にカッポする人って誰ですか。ゴジラみたいに、急に現れて、うん、ゲリラ的に現れて。だから急じゃねえし、ゴンベガカッポするの。ね、いやちょっと頭がいっぱいになってるのかもしんねえな。いや、それちょっと一回冷やそう。うん、はい。これクリーム。